種まきジャーナル今日の特集です。今日のテーマ、大井原発再稼働へ、大井町の声と題してお送りいたします。大井原発の地元であります福井県大井町に上田隆之アナウンサーがこれで三度ですかね、はい、行っております。上田さん、はい、こんばんは。こんばんは。大井町なんですけれども、はい、先ほどニュースでありましたよね、まあ、西川県知事が国に対してしっかりもうちょっと言ってほしいというようなことを言っているというような状況になっているわけですけども、それについて大井町の皆さんは一体どう思っているのか、どう見ているのかという話を聞いてみました、はい、まずはその町の皆さんのですね、再稼働についてどう思っているかというご意見をお聞きください。みんなこの現状を知らんさかいに反対やわな。それは危険なのはいらんってことになるけど、はい、やっぱり今までの40年間この運転してこれ、この大井地区の人は安全やいうことし、もうその安全神話にも頼っとったかいに、はい、そんな今から危ねえ疑って実感わかへんねん。まあ安全ならいいんじゃないですか。ただ安全っていうのがどこまでどんなんかちょっと我々素人にはわからんし、それはもう専門家がな、ね、決めてもらわんと今更発電所抜きでは生活も考えられんし、まあ、ここにおるよ賛成や、稼働には賛成してもらうと、はいはいはい、今までのような生活っていうかな、はい、経済も赤いようになるし、せやけんども知らないやんか。それはするまでの時やったらもうなんぼでも言うけんどもしてもって土手があるんやから、もうそんな判定しとったって、ね、判定しんたって、はいはい、まあ、町の皆さんに聞くとやはりまあ、8割ぐらいですかねが、やはり再稼働に賛成という声なんですね。はい。やっぱりそれがなぜかというと、関わってくるのは仕事、雇用、生活、こういったところで、やっぱり大井町は、この原発の仕事、原発に関係するような仕事がないと、やっていけないというご意見の方が、こうやって再稼働してもらわないと困るという声を上げているんです。いや、悲痛ですよ。だって安全神話に頼ってきてんのに、今更危ない言われたって実感わかへんっていう方の言葉は、私、ものすごく残りましたね。そりゃそうでしょう。ね、そりゃ地元の人にしてみたら、はい、今になって危ないって言われたって、40年安全や言うてきたやんかと。ただ、上田さんが今言った8割の人が反対だっていうことは、逆に2割の人は、あ、ごめんなさい、8割の人が再稼働賛成だということは、反対の人が2割もいるっていうのは、この地元としては大きな数字なんじゃないですか。いや、そうですよね。今までこんなことありえないよ。ねえ。それとやはり我々のような立場の人間にですね、はい、なかなかそういった声を伝えにくいというのもあると。伝えられなかったと思いますよ。まあそういった人も出てきているという現状もあるわけですよね。はい。はい、大井町なんですけれども、議会、町議会が再稼働を11対1という圧倒的多数で議決しています。はい。そして、時岡町長ですね。町長もともともちろん再稼働に前向きで、この議決を受けてさらに再稼働をするという姿勢をこれまでも示していまして、町としても大井原発再稼働ということは言ってるわけです。はい、そして、この時岡町長という人は、まあ、全国の原発を持っている自治体のトップを切って、この再稼働のきっかけを作った人、時岡町長が再稼働をすると言ったことで、こういった流れになってきたと。いうキーパーソンなわけですよね、はい、ところがこの時岡町長が昨日の夜なんですけども態度を一変しまして、自分が判断するのではなく国にどう判断するのかを求めたんです、自分で判断するのもやめたと言ってもいいと思うんですね。なるほど。で、急にその再稼働の話が、最前線にいた時岡町長がちょっと交代しましたので、今日記者が集まって会見が開かれたんです。で、どうして態度が急にこう変わってしまったのかという質問が記者からありましたので、そのやりとりをお聞きください。すみません、町長これまで、はい、国の説明、満足されているということでしたけども、はい、まあ、知事は満足されていないということで、まあ、議論が進まないんですが、はいはい、そこの知事と町長との、まあ、温度差、ずれというのはどういうふうに考えてられていますか。やはり総理 の、 表明がないからです。でもこれまで
総理の表明十分言ってもらったっていうふうに言われてきましたよね。はい。それがなんで今はそのダメだっていうふうになったんですか。いやいや、いずれはあると思ってたんです。いずれ正式なものがあると思っても、はい、途中の段階だということで納得してたけど、はい、いつまでたっても正式なのがないから。ないんですね。あのじゃあ知事の言われてることに全く今同感で国に対して不満があるという、そういう立場です。はい、そうです。うん、はい。まあ、時岡町長も再稼働には賛成だし、福井県知事の西川知事も賛成なんですけれども、はい、昨日、福井県知事の西川知事が言ったことで、そちら側に乗るという話になったということなんですね。つまり、野田さんが全国民に向けて、ちゃんと再稼働は、もうずっと必要なんだと。いうことを言ってもらわないと、私が決めたっちゅうことにされたら叶わんわっていうなんかニュアンスが読み取れるような気がしたんですけど。そうですね、ちょっとコロコロ変わるという感じになってきているのと、あと自分で判断しないというか、まあ、責任を取らないと、まあ、西川県知事にのっとって自分も責任を逃れる形になってきたかなという今日の会見だったわけなんですけどね。一方でこの時岡町長なんですけども、国に対してはもう一貫して思っているところがあるということですので、その声をお聞きください。ちょっと我々の40年前に議論した時の国の態度とは違うなというものに思うんです。どう違う感じ。一元的責任を持つからこのエネルギー政策に協力してほしいということをはっきりおっしゃっとるんです。当時はそれが全部立地の住民だとか、あるいはまあ、私もその一人なんですけども聞いておるわけなんですね。そういった態度であちこちに発電所が立地されていったと私は理解しているんです。はい、まあ、当時の話とは、はい、原発を誘致した時の40年前とは違うじゃないかということが言いたいんですよね。はい、まあ、立地自治体の代表として、まあ、国がこの原発責任を持つとこれまで言ってきて、そして立てていったのに、責任を持って再稼働を言えと迫られていることに対しては、こう町長としては疑問を感じていて、うん、それは国の責任だろうというふうに言っていると、うん、なんでその責任の一端を地元の町に持たせるんだと、そういうお気持ちですね。はい、はい、ですから責任はこれは当然当時からずっと国にあるんだというのが時岡町長の意見なんですね。はい、はい、ここはぶれないところなんですけれども、うん、そして、どうしてこういった国の責任だというふうに時岡町長がはっきりと言わないといけないような状況になったのかということなんですけれども、関西の声も大きいんですね。ほう、関西の民意で反対が大きくなったこと、それから関西広域連合から、まあ、期間限定再稼働というような話も出てきているということがあるんですね。で、こういった関西に対する大井町の皆さんが一体どういうふうに思っているのかということも聞きましたので、その声をお聞きください。こんなの橋下さんでもそうでしょ。圧力があったけきっとな、山となってる、あれは引き合いでわしらにいましたら、ここでこんな昔から先祖代々から扱った山から田んぼからみんな売り払ってやで、はい、関西に電気送ってやで、はい、今になったらやで、バルモになってるやろ。よく関西の市長さんとかはなんか夏だけに限定して再稼働すべきだとか、本来言っとったやん。あんま勝手すぎるうちに、こんなもん一旦動かしたら簡単に、はい、やめなさいって止めなさいって、そんな簡単な行くもんじゃないの。それは総理がはっきりしてもらわんと分かんない。知事の意味やな、野田さんが総理がちゃんとはっきりしてもらわんと、はい、原発がなく加藤新と関西の人にな、そういう気持ちを持ってもらわんと、大井福井県だけ頑張っとっても分かんしな。はい、相当お怒りですね。そうなんです、やっぱ関西に対して皆さん怒ってるんですね。これまでそういった原発を抱える自治体として電力を関西に送ってきたのに、いざこういう、大変な出来事が起こってしまったら、じゃあ一時的に再稼働してはどうかとか、いろんなこう声を出してきて、どういうことやねんというふうに思ってらっしゃるわけですよね。それはでもつまり一時的に再稼働をさせるというのは電力の需給の話
で出てくる話であって、地元の方たちにとっては受給の話ではない、労働の話なんですよね。雇用があるかないかの そっちの話だから、もう全然軸が違うんですよね。もう足りない時にだけ必要だから動かすと言われたら、こちらの働いてる人たちはもう期間限定のごく短い時間の雇用と。それをどないすんねんっていうのが、地元の方たちの、まあ、叫びなんですね。はい、そう、勝手に仕事を短い時間の仕事にするなということなんです。なるほど。まあ、再稼働はしてほしい、そして責任はこう国にっていうことに関しても若干こう批判的にやっぱり見ているという町の皆さんなんですけれども、そういったことに関してですね、原発のすぐ近くに住んでいる大島地区の男性の方の声をちょっと聞きましたので、その声をお聞きください。みんな責任逃れやな。町長も県におんぶして、県がまた国におんぶして、みんな自分じゃないんや、自分じゃないんやと、何かあった時には、いやいや、私は何もしてへんと、あれ国やって言いたい、それだけのこっちやん。とは言うたって、誰がどう責任取ったところでどうもならへんや。震災が起きて、原発が壊れて、放射能が漏れたと、さあ、橋本さんのせいや、知事のせいや言うたところで、死んだり、怪我したもんに、どない責任取れっちゅう。どうする、変わってあんた放射能浴びてくれへんし、変わって死んでくれへんし、死んだところでその人は帰ってこん。いや、ほんと変わって死んではくれませんよ。そうですよね。本当にそう。ですから、この男性の方はやっぱり、みんな責任のなすりつけ合いじゃないかと。ああ、なるほど。それが、こう、ぐるぐる回っていて、そして関西も巻き込んでそういった責任逃れの状況が起こっていて。うん。うん、当然大井町の皆さんは関西に対して怒りますよね。うん、プラスそして誰も責任は取れないと。うん、なんかあってどこが誰がどう責任取るかというのは、まあ、福島の話でも出てきてないじゃないかと、いうことをおっしゃりたいんですよね。はい、大変虚しいというふうに思ってらっしゃる感じがわかると思うんですけども、うん、はい、一方で、まあまあ再稼働再稼働をしてもしなくても、仕事に関しては、こうなんだというようなことを言ってらっしゃる同じ男性の声がありますので、お聞きください。